アニマル横丁ドキドキ鍼灸試験の巻。はい、今回だけかな。アニマル横丁ドキドキ鍼灸試験の巻をやっていきたいと思います。もうね、アニ横のゲームとか、まあね、アドバンスのゲームをやりたいがためにわざわざね、ゲームキューブを買ったので、とりあえずまずは大好きなアニ横のゲームをやろうかなと。で、とりあえずお話をやろうかなと思います。はーい、かわいい。このゲーム当時中1、2ぐらいかなの時に鬼のようにやった記憶が。はい、じゃあ最初から何？まあどうぞ。このね、アドバンスのにボイスのある感じね、ほんといいよ、かわいい。イオちゃん、アミちゃんが帰ってくるまでおとなしく待ってようよ。かわいい。寂しいと死んじゃうんだお。死んじゃうんだお。そうだ、また山並さんに着ぐるみ借りてアミんとこ行くか。ケンちゃん、ナイスアイディア。山並さん。はい、バイド。また子供の着ぐるみを貸してもらえにゃい。お安いご用です。本日はどちらへ。いいな、山並さん。アミちゃんの幼稚園に遊びに行こうと思って。あ、もうこの感じ懐かしい。山並です。うるさい。懐かしい。アーミーちん。この着ぐるみ懐かしすぎる。これアニメにしか出てないもんね、原作にはないもんね、確か。冷てえ反応だな。ほんとだって、イオペ寂しくて死にそうだったんだもん。やばい、幽体離脱してんのかわいすぎる。ちょっと、ここじゃダメだって。アミちゃん、会いたかったよね。そうそう、ちょうど一緒に遊びたかったの。やっぱりね。かわいい。もうかわいいしか言ってない。あら、また来てるわ、あの子たち。あら、青森あこさん、懐かしい。アミちゃんったら、いつもあの子たちと遊んでるわね。こんにちは、先生。はい、こんにちは。悪い子たちじゃないんだけどね。よ、もじゃこ元気か。そうだった、ニックネームもじゃこだった。全言撤回。この子たちと来たら。こんにちは、ちょっとお友達が遊びに来てます。アミちゃん、いつも楽しそうね。そうだ、あれよね、アミちゃんも結構無理があるよ ね。みんな聞いて、仲がいいからっていつも遊んでばかりじゃダメよ。ちゃんと勉強もやってスポーツもしてね。やばい、鬼みたいなこと言い出した。いろんなことやってからでないと立派な大人にはなれないの。あなたたちのお父さんもお母さんも、もちろん先生たちも、みんなそうやって立派な大人になっていったの。例えば先生もね、昨日夕食の買い物に行った時に。もじゃこ、それで本題は？うん、そうね、そこでみんなに頭の体操をやってもらおうと思ったの。やば、鬼だわ、頭の体操とか。アミちゃんはね、この玉を練習してみてちょうだい。月曜まで練習して先生に勝てるようになったら2クラスから特進クラスに入れます。くーちゃんと同じ特進クラスね。本当に？私頑張る。アミ、どうせ無理なんじゃねえの。最悪、ケンタ。うるさいな。私だってやればできるの。イオコちゃん、イサオくん、ケンタロウくんはこっちのくっつけ箱ね。私このくっつけ箱が苦手なんだよね。月曜まで練習して、最後までできたら明治幼稚園に入れるようにするわ。どういうシステムなのよ、明治幼稚園。そしたらいつもアミちゃんと遊べるようになるわよ。別にいい。おい、イオコ、ちょっと待て。これで昼間もアミと遊べるんだぞ。それで？明治幼稚園にさえ入ればクーちゃんに毎日会えるんだぞ。ケンちゃん、下心あるでしょ。
そんなことねえよ。俺はただみんなのためを思ってだな。ねえねえ、明治幼稚園に入るとたくさんお友達できるんだよね。そうよ、幼稚園に来ているみんなとお友達になれるのよ。とにかく面白そうだからやってみようよ。入園試験大作戦だね。山並です。山並です。アミちゃん聞いたよ。レタクーちゃん、特進クラスに入れるかもしれないって。めっちゃボイスあるよね、ほんとこのゲーム。そうなの。でもやったことない課題で困ってるの。私ね、特快玉はちょっとだけ得意なの。私もね、特快玉結構得意なの。私が練習相手になってもいい？くーちゃん、ありがとう。やっぱり持つべきものは優秀な友だね。どうせ俺たちは優秀じゃねえよ。別にそんなこと言ってないわよ。それじゃあ始めるわよ。始めるわよ。任せっていう、もう説明もなくできるやだし。あ、説明するのね。特快玉の説明をするね。まあ、この辺ちょっと飛ばし飛ばしていきましょう。さすがにね、ちょっとわかるから、これは。ただゲームキューブのコントローラーでやるのが多分不慣れだから、そこだけ不安。これちょっとスキップしたいな。いや、かわいいから。任せてよ。えい。えい言うてきたよ。任せて。くーちゃん、くっつけ箱もわかるの？うん、わかるよ。お、それじゃあ俺がマンツーマンで教えてもらう。よっぺびーん。いいよ、がやる。やばい、よっぺビーム好きすぎる。こっち苦手なんだよな。かわいい。同じ色で3つ以上くっつけたり、同じ絵柄で3つ以上くっつければいいよね。なるほどね、絵柄ね。こんなんだった気がする。なるほどね。やばい、チュートリアル長い。あれよね、全消しをどんどん用意していただきたいよね。いや、もうくーちゃんがいじめる。ゲームは終わりだよって。みんなどっちもルールは分かってきたみたいね。オッケー。それじゃあ、これ食べてみんな頑張ってね。ハートチョコ。ありがとう。頑張るよ。おう。あ、かわいい。あ、続けます。アミは進級できるのか。山並です。はい、山並です。特進クラスに入れるチャンスだもん。こっからボイスだよね。今日は頑張らなくっちゃ。
でもあこ先生は小うるさい小うるさいよね。子供は遊ぶのが仕事なのに。本当だよ。まあいいじゃねえか、一生懸命なのはいいことだ。最近じゃいないだろ、あんないい先生。ケンちゃんひょっとして浮気？バカ言え、俺はクーちゃん一筋だ。まあちょっとアコ先生年だからね。まあ慌てちゃって余計に怪しいわ。うっせえ、そんなことより早く練習始めるぞ。ほらゲーム機貸せよ。貸せよってケンタまさか持ってないの？なんで、持ってなくて悪かったな。ほらイッサ貸せって。イサちゃんのゲーム機が最悪、ケンタ。壊れちゃった。弁償だよ。ひどいよ、ケンちゃん。ひげわざとじゃねえよ。困りですかな。山並さん。イサ殿の鳴き声が私の店まで聞こえてきましてね。どこにあんの店？盗み聞き？必要なものはこちらでしょうか。やばい、これゲームボーイミクロじゃない？やば、もちろんその代わり山並さん、ちょっとこっちに来て。うん、どうなってんだよ。それでは追加のサービスをさせていただきます。あのね、アニオコのみんなが練習に付き合ってくれるように手配するって。すごい。いや私はいらな。早速こっちに向かってもらうって。よかったな、アミ。さあ、まずはビギナーコース、イッサちゃん行ってみよう。オッケー、任せて。レベル10。レベル10か。あ、かわいい、イッサ。はい、わい。あ、かわいい。えい。かわいすぎる。待って、ゲームキューブのコントローラーやだ。なんか動かしにくいわ。あ、十字キー使えばいいのか。十字キー使おう。途中止まるの。あ、ダメだ、動かしにくい。誰か助けて、動かしにくい。ほら動かしにくいのよね。えい、はい。これレベルはどうやったら上がるの？よいしょ、よいしょ。よいしょ。違う違う違う。消えちゃったんだけど。まあいいけど。よいしょ。まだレベル2よ、だって。これレベル10って相当じゃない？はいはいはい。なんか箱さ、一気に出す方法とかないの？ないね。まあ一気に出したところで困るのは自分なんだけど。違う。押して。はい。はいはいはい。あ、違う。はい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 。邪魔。よいしょ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 。やばい、すごい地味なゲームになってるよ。大丈夫？はい。ああ、はいはいはい。よいしょ。まあ、ちょっとカットするかもね。うん。ちょっとカットするかもしれない。はい。なんとか。かわいい。かわいすぎる。まあ、なんとか。ちょっと難しいね、結構思ったより。やっぱ苦手だな。いっそ面白かった。それにね、お、その手に持ってるものなんだ。闇鍋セット。パズルが終わったらこのアイテムが落ちたの。それはイッサ殿へのご褒美ですよ。そうそう、嬉しいのかな。ご褒美か。よし、じゃあ次は俺様が。あ、弥生くん。あ、弥生くん、早速来てくれたの、ありがとう。弥生くんが練習相手？さようです。弥生殿はこう見えても、兄横ではパズル界のプリンスなのですよ。忙しいスケジュールの中、わざわざいらしてくれたのです。そうなんだ。うん。さあ、道に早速始めるよ。用意はいいかな？ゲームスタート。
負けない。もうね、もう慣れたもんですよ、こっちは。弥生くんには悪いけど、ちょっとボコボコにするわ。待って、ボコボコにするとか言ったのに。はい、頑張れ、アミチン。いや、負けるな、アミチン。あ、いい流れ来てるよ。あの、もうちょっと、動かしにくい感は否めないな、やっぱり。連鎖刻みたいけどな、もうちょっと。ちょっと無理よな。ストーリーだとなかなかよね。敵というか、相手がまだ優しいから。下手だ。いや、弥生くんもっと攻撃してきて。なんかあれよ、弾があんまないわ。はい、いや、えい、いや、こうでしょ。いや、いや、地味。戦闘が地味すぎる。はい、やった、勝てた。まあ、どうもって感じよね。申し訳ない、弥生くんには。かわいい、アミチン。かわいい。ということで、まあちょっと20分超えたんで、今回、まあ、20分って言っても録画的になんだけどね、まあこれはちょっと短めの動画で出していきたいんで、今回じゃあここでやめて、次回へ続く感じにしたいと思います。本当は単発で終わると思ってたんだよ。もうちょっとストーリー短いと思ってたんだけど、思いのほかストーリーがあったね。はい、アニマル横丁。お、アミパパ。ドキドキ進級試験の巻。あと前寮先生がいるね。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。